朝でもマックス、昼でもマックス、夜でもマックス、マックカトです。さあ、昨日はですね、髪を切りました。こんな感じです。やっぱりね、髪を切るって重要だなと思います。昨日まではボンバーヘッドだったんですけど、やっぱこういう風な形で髪を切ると、あ、いろいろ変わったなっていう部分に気づきます。特にやっぱ、メラビアンの法則ってあるんですけど、やっぱ人の見た目はビジュアルが 55%、 あとは音情とかが 38% で、その言葉何を発したかっていうのは 7% しか過ぎない。要は 93% 非言語でコミュニケーションしてるっていうのを学びます。なので見た目を整えるっていうこと自体が何かビジネスとかその仕事もしくはプライベートをやる上ではうまくいかせるコツなんだなっていうことを学びました。まあ定期的にそれをやろうと思ってたんですけどサボってて、でやっぱり切るといいなと思いますね。まあなのでどんどんと自分を磨いて、メンテナンスするところはメンテナンスして、積み重ねるところは積み重ねると思います。以上です。